英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながら情報力もアップしていきましょう。まず最初に字幕ありでこのニュースを見てニュースの概要を捉えていきたいと思います。そして2番目に原稿を使いながら出てきた単語、表現、ニュースの詳細の意味チェックしていきましょう。3つ目。 字幕なしで英語のみでこのニュースもう一度見て英語だけでしっかりと意味理解できるのかチェックしていきたいと思います4つ目は日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力アップのためにお手本となる NHK ワールドキャスターの英語を真似しながら原稿を音読することによって私たちのスピーキング力英語を話すことに慣れてどんどんアップしていきたいと思いますのでぜひ最後まで動画をご覧くださいこのニュースから情報を得た後は What did you learn f from this news? Let's talk about your opinion by your own English. ということで、自分自身の英語で言葉で得た情報や感じたことを話すスピーチ練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。より実践的な英語力をどんどん高めていきましょう。A 研究家事チャンネル。いいな。学習に使えるな。情報も取れるな。と思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 So, let's check this NHK World News with subtitles at first. Let's check this out. Japanese government officials say arrangements are underway for Prime Minister Kishida Fumio to visit Australia in late May for talks with the leaders of the US, Australia, and India. The four nations have formed a framework called the Quad. This would be the first Quad summit since May last year. The meeting would take place shortly after the G7 Hiroshima summit. The leaders are expected to exchange opinions on the situations in Ukraine and East Asia based on the outcome of the G7 summit. Other likely topics include economic and security cooperation and climate change. Observers say Kishida hopes to confirm further cooperation among the nations in realizing a free and open Indo-Pacific, as China becomes increasingly assertive and North Korea advances its nuclear and missile development. hopes. えー、岸田首相ですけども、5月の末にですね、オーストラリアを訪問して、クアッドですね、オーストラリア、アメリカ、インディア、エネルギー、パン。この枠組みでですね、えー、いろいろなあ問題に対して議論するという、こういう内容でした。では、右側の原稿を使いながら、出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味、見ていきましょう。 ジャパニーズガメンオフィシャルズセイアランジトアンダウェイフォープライムミネスターキシダフミヨトゥビジットオーストラリアイメートトゥリーダーリ、ねえーダーズウィザリーダーすウィザリーダーズウィザリーリーダリーダリーダーズウィザリーダーズウィザリーダーズトゥビザウィザウリーオーリーダー それがアンダーウェイ、進んでいるということですね。では、ここを覚えておきたい単語ですけれども、アレンジメントというのは準備とかですね。そういう意味がありますね。アレンジメント。そして、アンダーウェイというのは準備が進んでいるということですね。えー、このあたり単語を覚えておきましょう。では、次ですね。The four nations have formed a framework called the Quiet ということで、この4カ国ですね。 オーストラリア、インディア、アメリカ、ジャパンですけれども、QUAD と呼ばれるフレームワークですね、枠組みを形成しているということですね。This will be the first quarter summit since May last year。そして今回、その会談が実現したらですね、Since 何々からですね、May last year。去年の5月以来で初めての QUAD summit となるということですね。The meeting will take place shortly after the G7 Hiroshima summit ということで、 えー、このミーティングですけれども、この今年5月に広島で G7 サミットがありますけれども、そのすぐ後にですね、起こる、会談がも持たれることになるということですね。えー、覚えておきたい単語表現ですけれども、cold、何々と呼ばれるということですね。cold the quad、quad と呼ばれるですね。そして、このール、だろうということですね。推測が入ってますね。this is the first quad summit. 最初のコードサミットになるだろうということですね。Uh, take place 行われる開催されるという表現ですね。そして shortly after 何々の後すぐにという意味ですね。では次見ていきましょう。The leaders are expected to exchange opinions on the situations in Ukraine and East Asia based on the outcome of the G7 summit ということで、uh, リーダーたちですけれども、 広島 G7 サミットのアウトカム結果ですね。結果にベースを基づいて、イーストアジア、東アジアとかウクライナの状況について、エクスチェンジオピニオン、まあ、意見を交わす予定であるということですね。Other likely topics include economic and security cooperation and climate change ということで、その他にもですね、気候変動であったり、経済、 安全保障に関するコーポレーション。協力もトピックに含まれるということですね。ここを覚えておきたい単語ですけども、この L と R の発音で日本人にとって難しいですよね。L は舌を前に突き出すような感じで、レ a d e r s ですね。R の場合は舌をですね、和語につける感じのレ a d e r s ですね、えー。be expected to というのは何々予定されているということですね。exchange opinion で、 意見を交換するんですよね。based on 何々。音以下のものに基づいて、o u t c o m e 結果ですよね。other likely topics 他にも議論されそうなトピックになりそうなものはということですね。likely 何々しそうだということですね。climate change 気候変動ですね。では次見ていきましょう。 Observers say Kishida hopes to confirm further cooperation among the nations in realizing a free and open in the pacific as China becomes increasingly assertive and North Korea advances its nuclear and missile development. Observers, Observers, Quad のメンバーとですね、さらなるコーポレーションですね、ファーダー、さらなる協力というものを確認していきたいということですね。どんなことについてかというと、リアライズングフリーオープンインドパシフィック。自由で開かれたインド太平洋地域の実現を目指していく。なぜならばですね、チャリ becomes increasingly assertive。中国というのがそのあたりの地域で、よりアサーティブ。アサーティブ、これですね。 断定的という意味です、ね、アッサーディブを覚えていきましょう。断定的になってきている。まあ、力を強めているし、ノースコリア、北朝鮮もですね、ミサイルディベローメント、ミサイルの開発やニュークリア、核開発というものをアドバンス、進めてきているということですね。では、ここ、覚えておきたい単語表現ですけれども、confirm、確認するですね。f ァ r t h e r さらなるですね。f ァ r t h e r cooperation、さらなるー協力。 えー、そして、increasingly, ますますという意味ですね。そして、assertive, 断定的という意味ですね。a d v a n c e 進める、前進するという意味ですね。nuclear, 核兵器、えー。そして、missile development,、えー、ミサイル開発ですね。さあでは、このニュースの意味、出てきた単語表現を確認しましたので、3番目ですね。 Let's try to understand every details only by English, this time without subtitles. Let's try it. Japanese government officials say arrangements are underway for Prime Minister Kishida Fumio to visit Australia in late May for talks with the leaders of the US, Australia, and India. The four nations have formed a framework called the Quad. This would be the first Quad summit since May last year. The meeting would take place shortly after the G7 Hiroshima summit. The leaders are expected to exchange opinions on the situations in Ukraine and East Asia based on the outcome of the G7 summit. Other likely topics include economic and security cooperation and climate change.

いろんなスピード、アクセント、リズム、周りに慣れて、リスニング力、そして単語表現力を上げていきましょう。それでは次、4番目ですね。音読練習行ってみたいと思います。日本人英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、島国日本に住んでいるとなかなか英語を話す機会は普通ありませんので、家で気軽にできる音読練習をして、しっかりと日々英語を話す練習、英語を話す機会を作っておきましょう。では、 えー、画面の前の視聴者の皆さんと一緒にですね、英語を話していきたいと思いますけれども、この左側のお手本英語を今度はですね、部分部分、まず集中して聞いて、その後右側の原稿を使いながら音読するという練習ですね、えー。小さい時に、えー、小学校や中学校で国語の教科書ですね、日本語で音読して、どんどん日本語が上達したと思いますけれども、それの英語版ですね、たくさん英語を話していきましょう。 Now let's try to speak in English out loud as much as possible. Let's try to become fluent English speakers. Let's just do it. Japanese government officials say arrangements are underway for Prime Minister Kishida Fumio to visit Australia in late May for talks with the leaders of the U.S., Australia and India. Let's to Japanese government officials say arrangements are underway for Prime Minister Kishida Fumio to visit Australia in late May for talks with leaders of the US, Australia, and India. The four nations have formed a framework called the Quad. This would be the first Quad summit since May last year. The meeting would take place shortly after the G7 Hiroshima summit. The four nations have formed a framework called the Quad. This will be the first Quad summit since May last year. The meeting will take place shortly after the G7 Hiroshima summit. The leaders are expected to exchange opinions on the situations in Ukraine and East Asia based on the outcome of the G7 summit. Other likely topics include economic and security cooperation and climate change. The leaders are expected to exchange opinions on the situations in Ukraine and East Asia based on the outcome of the G7 summit. Other likely topics include economic and security cooperation and climate change. Next, the last part Observers say Kishida hopes to confirm further cooperation among the nations in realizing a free and open Indo-Pacific as China becomes increasingly assertive and North Korea advances its nuclear and missile development. The bad sake should hopes to confirm further cooperation among the nations in realizing a free and open Indo-Pacific as China becomes increasingly assertive and North Korea advances its nuclear and missile development. So, how 上達の方法はないと思いますので、たくさん英語を話していきましょう。それでは次はですね。What did you learn, feel from this news? Let's talk about your opinion, information you got by your own English. ということで、次はこのニュースから得た情報や思ったことを自分の英語で相手に伝えるスピーチ練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。この練習も家で気軽にいつでも無料で やることができますので、ぜひ視聴者の皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今画面に映っている Google 自動翻訳。英語から日本語の設定にしておいて、このマイクですね。音声入力による翻訳ボタンを押して、英語でスピーチすると、話した英語すべて左側に Google が英語、英文字で文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳が表示されますので、スピーチが終わった後、自分がどんなスピーチ内容をしたのか、話したのか、 そして自分の発音、アクセント、ま、しっかりと通じているのか確認することができますえ。非常に家にいながらですね、自分の思いを英語で相手に伝えるという実践的な練習ができますので、ぜひ視聴者の皆様もトライしてみてください。それでは、このボタンを押してえ、私がこのニュースから得た情報や感じたことを英語でスピーチしてみたいと思います。Let's try to speak my opinion in English after I checked this news. This news was about Quad. Quad means a framework among United States, Australia, India and Japan. According to this news, the preparation of meeting for Quad is expected to be held late May shortly after G7 summit in Hiroshima in May. Now preparations is underway and Prime Minister Kishida Fumio is expected to visit Australia to have a meeting of Quad. They are expected to discuss several topics including stability and security in Indo-Pacific area because China is increasingly active in these areas, and North Korea is also developing missiles and nuclear weapons. This information I got from this news. 文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳が表示されていますので、スピーチが終わった後、自分の発音、アクセント、そういうものがしっかりと通じているのかどうかですね。えー、そして、えー、右側の日本語を確認しながら、しっかりと意味の通るスピーチができているのか、というようなことも確認することができます。このボタンですね。音声を聞くボタンを押すと、左側の英語を今度は Google が音読してくれますので、 自分のスピーチをそのまま英語で聞き返しながら右側の日本語訳と照らし合わせて自分のスピーチを振り返ることができますそれでは私の英語スピーチを振り返ってみましょう Let's review my English speech This news was about quad Quantum means a framework among United States, Australia, India and Japan According to this news The preparation of meeting for quad is expected to be held r a t、right、e May Shortly after G7 summit in Hiroshima in May. Now preparations is underway and Prime Minister Kishida Fumio is expected to visit Australia to have a meeting of Quad. They are expected to discuss several topics, including stability and security, in in the Pacific area because China is increasingly active in these areas, and North Korea is also developing missiles and nuclear weapons. This information I got from this news こんな感じでですね、自分のスピーチ振り返ることができますので、えー、自分の発音のですね、悪いところとかですね、えー、使っている単語や表現、文法ですね、そしてしっかりと得た情報、そして自分の思いをですね、スピーチできているのか、英語と日本語で確認することができます。この練習を続けることによって、より実践的な 自分の思いを英語で相手に伝えるという力がどんどんついていくと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ、最初は短い文章でもいいので、自分の思いを英語で、えー、口に出して話す練習をする、スピーチ練習してみてはいかがでしょうか。では左側の英語を少し手直しをして、私の意見としてまとめておきたいと思います。えー、左側の英語こんな感じで修正してみました。参考にしたいな。 見てみたいなと思う方は動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。皆さんもぜひスピーチ練習していきましょう。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力アップしてみました。引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、研究家事チャンネル、いいな、 Thank you very much for watching my video to end. I hope you enjoyed my video while learning English. If you like my channels, please subscribe my channel. I hope you will check my next video as well. Thank you very much for watching. Have a good day and goodbye.